シンガポール外務省は10日、来月、米国のドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長による歴史的首脳会談を開催することを確認した。AFP 通信によると、シンガポール外務省はこの日、声明を通して、6月12日に米朝首脳会談を開催することになりうれしいとし、 我々はこの会談が朝鮮半島の平和の前途を進展されることを希望すると明らかにした。なお、シンガポール外務省は会談準備に関する具体的事項は言及していない。シンガポールが米朝首脳会談の開催地に選ばれたのには中立性や保安上の利点、国際首脳会談の開催経験などが考慮されたものとみられる。 シンガポール媒体は専門家の言葉を引用し、開催場所としてシャングリラホテルシンガポールやマリーナベイサンズ、戦闘差島などを挙げているが、このうちシャングリラホテルシンガポールの可能性が高いと伝えた。これを前にこの日、トランプ大統領はツイッターを通して来月12日にシンガポールで米朝首脳会談を開催すると発表。 みんながこれを世界平和に向けたとても特別な瞬間にしようと努力していると明かした。